どうもこんにちは、ウィンマンズの中古車紹介。今日もですね、厚木店からですねお送りしたいと思います。見てください、この車ステージャーです。そう、ステージャー。今回ね、これね、めちゃめちゃいいんで、260RS じゃないんですけれども、こちらのね、僕とっても気に入っているステージャーをですね1台紹介したいと思いますんで、最後までご視聴の上、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。はい、行きましょう。そしたらですね、こちら、日産のですねステージャー、はい、グレードがですね 25RS4 プライムエディションという車ですね。めちゃめちゃ綺麗なんですよね。で、一応トランスミッションはオートマでございます。オートマで、平成13年の3月登録、2001年のですね車になります。車検が令和6年の12月まで、今年の12月まで残っております。走行距離が12万1000キロ、そこそこ走ってますよね。12万1000キロで修復がない車ですね。はい、修復なくてね、この塗装のね、良さ、もうサビとかね、そういう不具合がないっていうのはものすごいいいですよね。一応富士坪のマフラーが入っております。でマフラーとかでアルミホイールとかはですねほぼ純正、はい、なので、ただね、一応見てください、これダブルサンルーフ付き、ダブルサンルーフ付き、これめちゃめちゃいいですね。本革なんですよ、プライムエディションなんで、本革とかですねハンドルとかがですねちょっとねラグジュアリー系になっております。はい、こんな感じの車をですねちょっと見ていきましょう。はい、はい、そしたらですね、外装を見てもですね、先ほど言ったように特にね大きな傷、へこみ等はないんですけど、ちょっとこのねモール、センターのねモールがあると思うんですけど、ここのなんかこう、これビニールなんだよね多分ね。あ、これメッキか、メッキがちょっと剥がれつつあるかな。はい、ここがね、ここをちょっとメッキが剥がれっぽく、剥がれきつつありますね、ここら辺もね、こんな感じで。はい、でステージャーでよくありがちなここ、ここもねちょっとね内部的なちょっとサビがね浮いてきてるのは確かです。ただこれね修正した跡はないですね、多分純正ですね、そのまま。これが新車時の時からの、サビですね。これ左はどうかな、左綺麗ですね、左は めっちゃ綺麗だな、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、で一応これねサンルーフがね全部ついてるんです。全部っていうかの前後ね、ダブルサンルーフなんですよ。でリアも、フロントもリアも全部開きます、ちゃんと。はい、ルーフも綺麗ですね、これね、これもついてまして、キャリアもついてる、ルーフキャリアもねここら辺のとってもついてるんで、ここにねキャリアとか乗っけれるじゃないですかね。はい、左も側面綺麗ですよね。で一応これはねホイールです、純正のホイール、アルミホイールですね。はい、ちょっとねちょっとだけここガリ傷があります。はい、16インチのアルミホイールで日産純正です。タイヤはブリヂストンのタイヤを履いてます。でサイズが 205-55R16、 タイヤの溝はですね五分山ってとこですかね。はい、このねタイヤハウス見ても綺麗ですよね。うん、すごい丁寧に乗られてたんだなっていうのが分かると思います。こっから下回り覗い、あ、下も綺麗だな、これちょい触媒のサビはあるけど、マフラーだけ綺麗に入ってる。下回りも綺麗ですね、めちゃめちゃ状態いいね。でフロント、はい、でフロント周りです。はい、グリルのメッキとかも全然さびれてないですよね。はい、で一応これライトはちょい曇りかな、ちょい曇りかなって感じですね。で一応こっちの左のねこのウインカーとかのライトがあるんだけど、右にこれ水滴が入っちゃったね。これはちょっと外してね、ドライヤーをバーっとかけて、まあコーキングかなんかしたいですよね。こっちライト綺麗です。
ここら辺のねメッキル部分とかも全然綺麗ですね。で RS4 これがステージアのマークですね。はい、でこっちからね下回り見ても綺麗じゃないですか。ここら辺とか擦ってないもんね全然ね。はい、走行距離が少ないわけじゃないんだけどめちゃめちゃ丁寧に乗ってますよね。はい、これリアのホイールです。ちょっとここにねガリ傷がありますがこちらも、はい、サイズ同じ 205555R16、タイヤの水もやっぱ五分山ぐらいですかね。はい、こんな感じです。はい、で後ろ見てみましょうね。後ろインフィニティのマークだね。もうステージアだよね。四角い感じのステージアならではのこのスタイリングね。で RS4、 はい、フルタイム4駆の車です。これ車外のマフラーですね。ステンレスかな。でリアから見た後ろ下回りも全然綺麗じゃないですか。これ錆もないし四駆ですけど北国走ってるわけじゃなさそうですね。はい、状態良さそうだね。内装行こう。はい、ドアもすごい綺麗、めちゃめちゃ綺麗ですね。これウッド調のねパネルになっててこれ問題なく効きますね。はい、コントロールも左、右、左、上、下で左が上下右左問題ございません。はい、そしてこれがですねシートでございます。シートはね本革なんですよね。本革シートの電動パワーシートです。これ純正でございます。このグレードならではのですね、シートになって、まあ、ラグジュアリー系ですかね。ちょっとここの部分乗り降りするときに一番擦れるところのね、箇所がちょっとね剥げたりし始めておりますが、まあ綺麗な方でしょう。うん、全体見てもめちゃめちゃ綺麗だろうね。これがペダルでございます。はい、パッツのねアルミのペダルが入っておりますが、ちょっと座ってみましょう。はい、こちらがですね運転席です。はい、で一応ね、ここら辺もウッド調のステアリングになってて、これもねこのグレードならではのここら辺もですねパネルもウッドになってます。これもそうなんですけど、はい、これがスピードメーターです。はい、180km ですね。はい、走行距離が 121,042km になっております。シンプルですよね。はい、ダッシュボードもめちゃめちゃ綺麗でピラーとかもねすごいいい状態です。はい、でこれが、はい、地デジ内蔵カロッツェリアのナビゲーション入っております。めちゃめちゃいいね。でバックドラはバックは入ってないかな。バックモニター入ってないですね。ここが灰皿になってまして、ここは、はい、ドリンクフォルダーが飛び出すって感じですね。これがねシフトノブオートマチックでございます。一応ここにね、パドルを変えるやつがあるんですけど、ハンドルにもねこれあるんですね。これプラスマイナスってこれねこれカチャカチャって動かすんですけど、これはもう初期の頃ね、初期ですね。へえ、出た時はすごいなと思いましたけど、ここにね AC100V があるんだね。やっぱりステージアなんでアウトドアでしょうね。でこれコンソールここから開けて、わ、これコントロールがありますね。はい、こんな感じになっております。で一応エアバッグなんですよ。助手席と運転席ついております。エアバッグは助手席もシートめっちゃ綺麗ですね、うん、でこれがボックスで、ETC がここにちゃんとついております。高級感あるよね、うん、でこれがね、サイドブレーキ押してこれで戻すと。はい、で注目すげえのこれね、一応これ今開けてあるんですけど、これ一回閉めましょうか。こっち一応ねフロントとリアがあって、これで一応これ閉めるとこうなりますね。でこうやってで開けるときはこうこれで開きます。一回ねでさらに押すとスライドすると。でこれリアがこれなんですよ。これ
閉めます。これは開け閉めだけね。で開けます。こんな感じになっております。最高だね。サンルーフ大好き男にしてみたらもう最高の車じゃないでしょうか。はい、でこれバイザーですね。高級感あるんだよね、ステージは。はい、じゃあ後ろのね席行ってみたいと思います。後ろもシート、だいぶこれスモークかかってるよね。純正でしょうね。純正でスモークガラスですよね。はい、でシンプルですね。で窓は一応これ全部は閉まらないですね。こんなに空きがあります。はい、でシートも後ろのシートも革です。すごい高級感ある。革がそのまま入ってますね。はい、これ座ってみました。背もたれがだいぶ、これもう一つ下がるでしょ、ほら。座ってみました。これ一応今開放してるんで、ここにもねボタンがあるんですよ。これここで一応閉めることは可能です。屋根を閉めて圧迫感を感じた場合でもすごい、足はね余裕ですね。足は余裕だと思います。でこれね、何気にここでシートの背もたれがねこう変えられるんですよ、調整が。それはちょっとシテンジャーとしてはかなり大きいんじゃないでしょうか。でここでまた後ろをね開けたりすると、爽快感抜群ですよね、これね。ほらここからね、ちょっと頭出しちゃったりして、これよくありませんからね、こういうことはダメですよ、やっちゃね。はい、で一応ここに肘掛けがあります。でここはですねドリンクホルダーが2つ飛び出てきて、灰皿と、もちろん未使用ですね、ステージャーというマットがついております。はい、あとはねステージャー、ステーションワゴンなんで、一番後ろのね広いねスペースを見てみたいと思います。はい、こちらが、これ一応レバー式になってるんですね、これカチャッとね。でも綺麗ですよね、これね。見てくれさ、これすごい綺麗。ダンパーもしっかりねしてますし、はい、これがステージアの、リア周り、リアスペースです。広いですね。これだけあったらかなり荷物が乗っかるんじゃないかな。ほんとね、4人家族でキャンプしても全然荷物が、まあここいっぱいぐらいだろうな、キャンプになると。で下のここをね開けるの、これプッシュってなんだこれってやると、お、一応これこの下にスペアタイヤが入ってるんですね。はい、でここはやっぱりどうにもならないかな。一応ここのレバーでシートを倒すことができます。こんな感じでね。実際 NX だとこれピッて言ったら戻るんだけどね、これは戻らないですね。はい、で一応これはねバイザーがねこっちにこうついてまして、ここに引っ掛ける、こんな感じ。あらまあ、こんな二段ベッドみたいな感じで、なんか子供心がねこうワクワクしますよね、こういうの見ちゃうとね。で、あっと、ここリアテール、左のテールにちょっと水滴入っちゃってますね、これ。これ水がここまで、多分ここまで埋まってんじゃないかな、これ水が。うん、お風呂に浸かってるみたいな感じになってますね。これ外してちょっと水ね乾燥させた方がいいですね。右は大丈夫そうですけど、はい、こんな感じのリア周りになっております。いいですね。はい、じゃあねエンジン周り行ってみましょう。エンジン周り、エンジンはねダンパーなんですけど、ちょっとダンパーがもうね効いてません。手離すとね落ちてきちゃいます。はい、なのでちょっとこれ今つっかえ棒をねさせてもらいました。はいはい、こちらがですね、ステージャーのエンジンでございます。 RB25D、 これまあねネオ6ですね、6発。はい、排気量はね 2500cc です。
正確に言うと 2498cc、 水冷直列6気筒 DOHC24 バルブのエンジンですね。はい、ステージアはもう2リッターと 2.5 リッターと 2.5 リッターのターボという、まあ、3種類があるんですけど、この車は 2.5 リッターの200馬力のエンジンでございます。はい、この上にね 2.5 ターボ、280馬力っていうのがあって、この下には200馬力、この下にはですね2リッターの155馬力が、あるんですけれども、こちらねもう 2.5 の馬力ですね。200馬力出てれば十分でしょうって感じですよね。うん、車重はね、1620キロ、重いですね。まあ、重いと言っていいんでしょうかね。うん、で一応これね ステーションワゴンなんで、長さがね結構あるんですよ。全長がですね 4.8メーター、はい、4.8メーターで、幅が1755、まあ、これは普通ですよね。普通車と同じだと思います。高さも1495になっております。はい、で一応ねライトも、HID かなが入ってるのかな、こんな感じで。はい、こちらがライティングですね。グリルのところはねハイビームなんですけどね、はい、こんな感じになっております。ちょっとやっぱここがね水滴入っちゃっておりますけど、はい、今回ねこれねステージア、ヒヤリハット地点があります。おご注意ください。ナビですね。はい、もう日がね暮れ始めてきましたが、あーなんかすごいか、乗りなしめのこの感じっていうんですかね、このなんか乗り出しの感じっていうのがやっぱりなんか重たさは感じるかな。うん、でもトルクはねないわけじゃないですもんね。トルクはないわけじゃないと思うんで、ただそこ一瞬だけど重たさを感じつつも、ちょっとこうやって走り出すと全然ストレスがないですね、やっぱり。ここら辺は 2.5 のパワー十分あるんじゃないかな。シートはね本革なんですけど、本革でしっくりくるか来ないかで言うと来てはいるんですけど、やっぱり革なんでちょっとねツルツル滑るかなっていうのはねあるかな、どっちかというと。うん、なので別に飛ばすような車じゃない、オートマですから飛ばすような車じゃないんですが、シートのね座り心地は悪くないですよ、全然座り心地はいいんですけど、ちょっとなんかこうやっぱり激しい動きになると体がちょっと安定していかないのかなっていう気はします。うん、ちょっとねガソリンを給油をしていきたいと思います。給油ってある時代からこのガソリンマークのところにこう矢印が出てるんですよね、どっちにあるよっていうの。でもこの時代ないんだよね。右でした。取り回しもね全然悪くないですし、足回りも、特にねへたった感じの感じはしないですね。全然乗り心地もガタつきも全然ないし、異音もしてないですよね。すごいしっかりしてる。こっちをガチャってマニュアルモードに変えると4っていう表示されますね。これ下げると2、ここでこれ効いてないねハンドルの操作効いてないですね。ここでやんないとダメですね。2一応落ちますね。ここが今ちょっとね死んでるかな。このウッドステアリングはやっぱいいね。なんかもうベンツとかもみんなそうですけど、ここら辺は高級感あってめちゃめちゃいいと思います。どっちかというと今の車と比べてくるとアクセルのですねレスポンス的なものがちょっと鈍いかなっていう感じはちょっとするかな。今の車ちょっと微妙にクッてやってもグンと進んでくれる
ダイレクトにこう伝わるっていうのがあるんで、それがねちょっと鈍いっつってなんか言い方悪いんですけど、伝達がちょい遅いんですけど、それにまあ慣れればね問題ないかなと思います。これね、でもステージ今この車の魅力はやっぱりこれでしょう。やっぱりこの車の一番の魅力って言ったらこれじゃないですかね。サンルーフね、これがね両側、まあ前後ね全部開いちゃうっていうのはこれが一番の醍醐味ですよね。これは後ろと前についてるっていうのはすごい魅力だと思います。これルーフのサンルーフがないとちょっと俺的には魅力すげえ半減しちゃうんですよね。サンルーフがねこう、ダブルでついてるところにめちゃめちゃ魅力を感じちゃいますね。はい、また結構音は結構いい感じの重低音で、富士壺だったかな、すげえいい音しますよね、ノーマルじゃなくちゃんとなんかマフラー入ってるぜみたいなね、音がちゃんとしてると思います。これも、すごい室内までねちゃんと入ってきますね。まあルーフ開けてますけど、普通のドライブでも全然いい加速する、何のストレスもないですね。つなぎはやっぱりきちっとこう、息継ぎなしでつながっていくって、そこら辺やっぱ欧州車と比べるともう全然違いますよね、日本車ってね。やっぱり、一応風切り音はね多少するかな、なかなか爽快な音ですよね。やっぱなんかいかにも RB25 っていう感じの音だと思いません？この直六のこの重低音。一応全長は長くてね、ボンネットがねだいぶ長いと思うんですよね。このカメラの目線はね、俺の今座っている運転席から前を見ている目線と同じような長さです。だいたいね長一応ここでミラーで止まると、さっきの一時停止がね一番前のところになっていると思います。なかなかこれ感覚に慣れるのは大変ですよね。だいぶ長いんで、はい、こんな感じの取り回しで、まあでもあんまり乗ってて大きさは感じないかな、大きすぎるねとかいうのは感じないです、まあ、目線がだいぶ高いわけじゃないんで、低い位置にあるんで、そこら辺はね全然、注意しなくても乗れるんじゃないかなと思います。はい、バックはねバックモニターないと、こうやって後ろ見ながらだと、この僕からの目線で言うとこんな感じ、だいぶ長いっすよね後ろはね、ミラーを見ながらだいぶ長いんですけど、こんな感じの目線になっております。はい、今回ですねこちらのステージャ 25RS プライムエディションってやつですね、 25RS4 ね、を紹介させていただきました。もうね結構古い車ですよもう2023でしょ、だからもう22年前の車なんですけど、古さ感じない、本当にいい車ですね。状態がいい、めちゃめちゃいいです。もちろんこちらのステージアでいうと、まあ、最高峰にね、260RS っていうねオーテックバージョンがあったりするんですけども、そこまでね、ものを求めてないし、まあ、ステージアっていうこのまずこの形ね、角張った形がすごい好きな方は絶対いると思うんです。俺も大好きだったんで、なので しかもダブルサンルーフ本革、すごい状態はいいんで本当におすすめだと思います。なぜおすすめか、金額ですよ、教えましょうか。金額をこちらです、じゃん、こちら見てください、支払い総額で67万円です。はい、平成13年式ですけど、車検も今年の令和6年12月までついて、11万キロなんですが修復がございません。なんと支払い総額67万円で、手に入ります。めちゃめちゃ状態がいいので本当におすすめだと思います。特に、
あんまりこだわってないけど最近欲しい車あんまないんだよねっていうんであれば、ちょっとね、選択肢に入れていただいてもいいんじゃないかなと思います。本当にいい車だと思いますんで、空を見ながらね、サンルーフを開けて空を見ながら堪能して乗れる車だと思いますんで、ぜひ皆さん気になった方はガレージある厚木店までご連絡ください。67万円です。よろしくお願いします。